まあ、今回島根の現場に入って、そこが僕初めて見たカビで、お花が咲いてるようなカビが生えてました。あれは私も初めて見ました、床の検査してきます。で、めちゃくちゃ綺麗、綺麗って言っちゃいかんのすけど、はらー、マスター、マスター松井隊員、はい、今回の施工の概要を教えてもらっていいですか。今回の施工手順は、1日目は、床下入って確認して、まあ、床が汚かったので掃除機がけをまず全体に行いました。その後、除カビ剤を撒いて浸透して効くまで1日置きました。で、2日目は、朝から潜ってちゃんと取れてるかどうかの最終確認を行いました。今回、確認してカビが残ってるのは少なかったものですから、手直しをそこの部分だけしっかり行ってから除菌作業を行いました。基本の、ミスト工法の、作業が今言ったことが基準で行っております。例えば床下とかでもっと汚い場所があったと思うんです、はい、過去にそういう時って施工手順が増えたりするんですか。1回目行ってそれでも効かない場合は、まあ、さらにまたきつい息を作って2回3回と徐々にきつめな液を作り除去してきます。今回は2日で終わりじゃないですか、はい、3日4日かかる時もあるってことですね。そうです。なので、作業日が予備日が作られていて、その時間を取れるように普段予備日を設けております。はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。カビ取り、カビ対策はカビバスターズ名古屋にお任せください。日本全国のカビを退治しに頑張ります。チャンネル登録、こちらにお願いします。あと、グッドボタンもよろしかったらお願いします。以上です。